トッド・マク・ファーレンは、カナダの漫画家、作家。スポーンの作者、コミックブックのスタッフとして知られている。カナダは、アルバータ州のカルガリーに生まれた。ウィリアム・アバーハート・ハイ・スクールを卒業した17歳の頃にコミックブックに出会ったことで、作家たちのファンになる。1980年代初頭、イースタン・ワシントン・ユニーバーシティの野球小学制度に参加。 グラフィックアートを学ぶ。卒業後はプロの野球の道に進もうと考えていたが、3年生の頃に足首を負傷してしまう。大学在学中はスポケーンのコミックショップで働いていた。彼の描いた DC アマーベルのヒーローの絵は地元の店舗で販売されていた。またアルベルタ・カレッジ・オブ・アート・デザインにも通っていた。1984年。 エピックコミックの雇用手のバックストーリーを担当。ほどなく DC コミックやマーベルコミックで仕事をするようになる。1987年にはバットマンのイラストを担当。1988年にはアメージングスパイダーマンのイラストにも参加し、この仕事が評価を大きく変えることとなった。だが1990年には、 描くことに疲れたとジムサリクラップに語ったが、ジムは、月刊誌、スパイダーマンに、新しい作品を描くことを依頼。マクファーレンは14冊担当した。ウルバリニア、X、フォース、ゴーストライダーの差し絵も担当している。1992年に、新興コミック出版社イメージコミックの設立に参加。それまでアメリカのコミックは、作品の著作権は、 出版社に帰属しアーティストは社員として執筆する形式だったが、同社は日本の漫画と同様に漫画家に著作権が帰属する形式となり、マクファーレンの出版した作品、スポーンが大ヒットしたことで一躍資産家となった。また、自身の作品のアクションフィギュアを販売する会社、マクファーレントイズを設立し、 これまでのアクションフィギュア以上にこだわった出来で一大ブームを巻き起こした。オークションで1998年にマーク・マグワイアが打った7十号ホームランボールを270万ドルで購入したことでも知られる。ありがとうございます。